疲れ様でした。お疲れ様でしたじゃない、お疲れ様です。いつもの癖で昨日ね、いつも4人で見るんだけど昨日3人で見て、で僕はどうしても見れなかったので今日1日経って1人で見るということで、でもですね、この1日もう全ての情報をシャットダウンしまして、もう一切どういう MV かっていう情報を入れずに、この夜を楽しみに一日生きてきまして、でようやく今から見ると。で、あ、でも事前に選抜メンバー3列目2列目センターとかは教えていただいて、センターはてんちゃんということで、もう僕は一番最初に見たのがサミダレヨでしたから、てんちゃんセンターがもう好きで仕方がなくなってるんですけど、まあでも村井優ちゃんいますから、村井優ちゃんがどこでどんな顔をするのかっていうのを楽しみに、でやっぱ先生いないとね、もうその MV 見終わった後こういうのが入ってたよとかもわからないので、もう本当に今回申し訳ないんですけど、ただただリアクションを見ていただけたら嬉しいなと思っております。早速見ますか。ちょっと多分僕のやつはあれかな、そんなに、そんなに時間が長くならないかもしれない、一人だから。もうパッて見てパッて終わるかもしれないですし、ね、なかなか初めて一人で撮ってるんですけど、ちょっと寂しいね。卒業するメンバーもこんな気持ちなんですかね。いや、聞きますか、行きましょう。もう準備してあるんで、これタイトルは何歳の頃に戻りたい、いくつ、何歳、いくつの頃に戻りたいのかかな、を聞いていきましょう。いきましょう。音大丈夫かな。てんちゃん寝てる。山崎てん。なんだ？アジア系？アジア風？みたい。バー。トマト。スペイン？トマトといえば。トマト。うぃー！すごい！画面いっぱいに。あ、でもタイトルじゃないな。桜坂だ。かっけー、色すごかったな。ポーズのれちゃん、かっけー、うわー、むれちゃんやってた、いいね。すごくないか、この子は。すごい、ゴールパフォーマンスみたいな。かっけ、おい、ダンスバトルみたいなやつ。うわ、中島さんも、おお、そんな顔できます、村優ちゃん。笑顔多め。いや、なんかてんちゃんすごくないですか。いい歌、すげえ。みんな桜坂なのかな、これ。違うか？あれ？なんか見たことあるぞ？この
踊り。え？そういうこと？いくつの頃に戻りたいのかって？遡ってる的な？見たことあるぞ。それも、え、違う？違う？違う？え？そうじゃない？めっちゃ頑張ってる。あ、エキストラかな。村井優ちゃん、そんな顔できるようになりましたか？もう？足上げる、てるタイプ、片足。いくつの頃だ。え、めっちゃ良くないですか？え、めっちゃ良くない？過去1、過去2ぐらいいい気がする。めちゃくちゃかっこいい。でもやっぱてんちゃんはすごいね。なんかすごいわ。で、外で踊ってる時のあの晴れた青空に合うね。映える、合いますね。晴天です。晴天。めちゃくちゃ良かったなぁ。で、なんか最初はあのいくつの頃に戻りたいのかってちょっとネガティブな感じなのかなと思ったら、全然みんな笑ってるというか、すごい良かった。村井優ちゃん、まあ他の3期生もそうですけど、え、あんな顔できた？なんか最初の中島ちゃんのあの時のこんな、で、最初のあのなんかダンスバトルみたいになってるとこもめちゃくちゃ良かったし、あとあれなんか振り、あれなんかスタートオーバーみたいなやつなかったですか？ない？気のせい？めっちゃ良かった。で、なんかあのてんちゃんがゴミ袋に入った枯葉持ってバーって言って、ブワーみたいな、あの一撃でなんか視聴率 100% にする力っていうか、てんちゃん視聴率 100% になる力、凄まじいね。これは持って生まれたものだろうし、まあ、もちろん努力もあるだろうけども、でもその引きつける力は凄すぎる。かっこよすぎ。なんかもうちょっと先生いろいろ教えてよ。何？どういうこと？ねえ、なんでそんなの？ちょっとこの、なんかこの最初の入りがなんかスペインチックな感じだったじゃないですか、服装といい。なんか、違うのかな？トマトジュースも出たし、なんかあのトマト投げ大会みたいなのあるじゃん。なんかあれじゃないのかな？あれ？なんか意味全部あるんだよね、多分ね。僕が分からないだけで。分かりたいわー、絶対。あ、そうか、いくつの頃に戻りたいのかって言ってるから、
スタートオーバーの振りだけじゃなくて、いろんな曲の振り入ってんのか。気づいてわかんないけど、もしかして。だってあれ飛んでるやつとかもそうだもんな、絶対。なんかその途中見てて思ったのは、前のスタートオーバー改めてもう一回ちゃんと聞いてみたみたいな動画出したじゃないですか。なんかあの時の感じで、歌詞でなんかそんなに昔楽しかったみたいな、普通だったんじゃないみたいな、でなんか大人になればなるほど青春を美化してしまうみたいな、そんな何気ない日々だったんじゃないみたいな言われた時に、確かに本当にそう、今でこそ、今もうなんかまあ多くの人みんなそうだろうけど、あの時に戻れたらなって一度は考えたことあるだろうけど、いざ多分実際戻ってみたら、今思ってるほど当時はそんなに輝いたものではなかったんだろうなってマジで思う。なんかあの時は今ぐらいのなんか年齢の時は憧れてたのに、今昔は憧れてるみたいな感じで、当時もねすごい大人になったら、当時って言ってたよって話だけど、学生の頃大人になったらすごい楽しい未来待ってんだろうなとか思ってたけど、いざなってみたら別にそんなことないし、まあそれはそれでいいけど、で逆に大人になったら、まああの時よかったなとか思うけど、でもそんなことないんだよな、多分年月が美化し続けてるというか。いやでも最初トマトジュースなんだろう、トマトジュースの意味何、スペインっぽいさ出すだけじゃなく、何あの頃に戻る、トマトなんだろう、なんかかかってんのかな、時を止めると、ちょっと待っと、ちょっと待っとだ。